自称の地平面、自称の地平面、自称の地平面は物理学、相対性理論の概念で情報伝達の境界面である。シュバルツシルト面や自称の地平線ということもある。情報は光や電磁波などにより伝達され、その最大速度は高速であるが、光などでも到達できなくなる領域、距離が存在し、ここより先の情報を 我々は知ることができない。この境界を指し、地上の地平面と呼ぶ。重力が大きく、光でさえも脱出不可能な天体を、ブラックホールという。光でさえも抜け出せないがゆえに、ブラックホールを肉眼で観測することはできない。したがって、ブラックホールの存在は、 ブラックホールに落ち込む物質が放つ放射や、ブラックホール近傍の天体の運動など、間接的な観測事実に頼ることになる。ブラックホールは、一般相対性理論が予言する産物であるが、現在では、複数の候補天体があるとともに、銀河系の中心には大質量、ブラックホールが存在すると考えられている。一般相対性理論において、 ブラックホールを厳密に定義すると、情報の伝達が一方的な事象の地平面が存在し、全近的に平坦ではない方の時空の領域ということになる。このように数学的には厳密に定義されても、例えば数値シミュレーションで事象の地平面を特定するのは難しい。未来永劫にわたって、その領域が外側と因果関係を持たないことを示さなければならないからである。 そこで、見かけの地平面という概念がよく利用される。簡単に、ブラックホールの大きさを評価する方法として、シュバルツシルトの解が表すシュバルツシルト半径がある。多摩対象、真空でのブラックホール解を表すシュバルツシルトの解では、自上の地平面がシュバルツシルト半径と一致する。そのため、自上の地平面をシュバルツシルト面ということがある。 地球のシュバルツシルト半径は約9ミリメートルである。また、我々の銀河、天の川銀河のそれは太陽系の大きさのおよそ30個分である。天体の持つ質量により、その天体の中心から地上の地平面が形成されるまでの距離は異なる。普通の天体の半径は、シュバルツシルト半径よりも大きくその天体の情報を得ることが可能である。 しかし重力崩壊で収縮すると、その天体の全質量が、地上の地平面より小さい領域に押し込まれ、もはや情報を得ることが不可能となる。宇宙の地平面とは、観測可能な最も遠い宇宙の空間あるいは、宇宙の時空であり、観測上の宇宙の果てである。一般的に宇宙は膨張していると考えられており、 距離が離れているほど地球からの交代速度、宇宙論的固有距離の変化量を宇宙時間で微分した値が速く、ある距離、ハッブル距離以上は高速以上の速さで離れる。地球に向かう光が常に高速以上で遠ざかる空間に留まるという条件下では、その光は地球には永遠に届かない。この時光が届く限界の時空面を宇宙の自称的地平面という。 自称的地平面は我々が観測できる個々の天体がどの時代の姿まで観測できるかを示している。現在観測される天体の中には高速を超えて地球から遠ざかっているものも存在する。このような天体が観測できるのは天体から放たれた光が高速以上で遠ざかる空間から抜け出て次第に地球らの交代速度が緩やかな空間に入るからであり。 地球から高速で遠ざかる空間イコール宇宙の地平面ではない。赤型変異 Z の値が1.7程度の天体は、今地球で観測される光を放った時ちょうど高速、遠ざかっていたので、これよりも赤型変異の大きな天体は超高速で、地球から遠ざかっていたことになる。そのような天体はすでに1000個程度観測されている。また、現在地球から観測できる、 最も古い光が放たれた場所の現在の位置を光子の粒子的地平面という。現在の光子の粒子的地平面は地球を中心とする半径約450億光年の玉の表面となり、この球面の半径は高速の約3.5倍の速さで大きくなり、我々が今観測している光を放った時、宇宙の晴れ上がりには高速の 約60倍もの速度で遠ざかっていた。光子以外の粒子による粒子的地平面は光子のそれよりも遠く伸びる場合がある。例えばニュートリノによる粒子的地平面は光子の粒子的地平面よりも大きいと考えられる。なぜなら光は直進できるようになるまで宇宙の晴れ上がりを待たねばならなかったが、ニュートリノはそれ以前に直進していると考えられるからだ。また、 私たちの属する宇宙は光子を含む電磁波の観測によって関与できる空間の限界を示す光子の粒子的地平面を超えてはるかに広大に広がっていると考えられている。等価原理により加速運動する系から見ると重力が発生し、事象の地平線が生じる。1G で加速する系から見れば広報約1光年に平面上の地平面が発生する。 しかしこの地平面は加速運動による一時的なもので、あり、加速が止まれば消滅する。5. おさむき